東京の板丹あやです。新年明けましておめでとうございます。今年もぜひよろしくお願いします。えっと去年はまあちょっと落車とか長期休みとかが多かったんですけど、今年は安全にゴールできるように頑張りたいと思ってます。で寒さ対策はやっぱり女性は体を冷やしてはいけないので腹巻き巻いたり、こ今回えっと。 足の冷えない不思議な靴下を買わせていただきました。なのであったかいと思います。で、今シリーズは,とは強い人ばっかりなんですけど、えっと自分のレースができるように精一杯頑張ります。東京支部の鈴木彩香です。 と皆様明けましておめでとうございます。えっと、去年はえっと成績が伸び悩んだ年だったので、えっと今年は安定して決勝に乗れるようになったり、えっと競争得点をえっと高い状態でキープしていくことを目標に、あとは初優勝がまだなので、初優勝できるように頑張っていきたいと思います。えっと今シリーズはもうえっと自分らしく好意を狙って。 えっとゴール前勝負のレースができたらなと思ってます。新潟県の藤原愛理です、えー。明けましておめでとうございます。えー、昨年はあのー、まあ一着を2回取れたんですけど点数競争得点がちょっとギリギリで厳しいかったんですけど、まあ徐々に上げして頑張っていきたいと思います、えー。寒さ対策としてはもういっぱい切るということですかね。 でまあ今シリーズは、えー、着に絡めるようにしていきたいと思います神奈川県の長塚優子です明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします昨年は怪我に始まり怪我に終わる年になってしまったので今年はしっかり右肩上がりの年にしたいと思います寒さ対策は細やかにインナートレーニングを入れて体が冷えないようにしています 今シリーズは自力の方が多いのですが隙を狙って1本でも自力を出せたらと思います埼玉県飯田ね。と明けましておめでとうございます今年はと安定した成績を残せるように頑張りたいですと寒さ対策はと私はスピードスケートをしていたので寒さには強いので大丈夫です 積極的に動けるようなレースをしていきたいです。千葉106機種貴子です。あけましておめでとうございます。今年一走目になります。頑張ります。えっ、ー、と昨年はまあ走れない時期もありましたし、怪我もあって大変な1年だったんですけれどもまあ、今年に入ってまた新しい気持ちでまず。 一生優勝できるように頑張っていきたいと思います。雪も降ってあの大変寒い開催になりそうなんですけど、しっかりとあの根性で <laughs> 頑張りたいと思います。えっといつも応援してくださっている皆様にもあの喜んでいただけるようなレースができるように頑張りますので応援してください。茨城の荒川光です。明けましておめでとうございます。えっと昨年はちょっと成績が安定しない年だったので。 まあ今年は成績を安定させて、もうちょっと優勝できるように頑張りたいと思います。えっと、寒さ対策は、まあ、いつもアップをちょっと長めにしたりとか回路を張ったりしてレースしてます。えっと、今シリーズはまあ強い選手が多いので、えっと、うまく流れに乗れるように自在に走っていきたいと思います。